スウェルの街並みスウェルは、チリのリベルタドールベルナルド・オヒギンス州カチャポアル県、マチャリ市にある、定住者のいなくなった、鉱山都市である。シーウェル、セウェルなどとも表記される。標高2000メートルから2250メートルのアンデス山脈の斜面にある。町は、1904年にブラデンカッパー社が、銅の採掘のために建設し、 1915年には同社の初代社長であるバートンスウェルにちなんで町の名前を襲えるとした。1918年にはすでに1万4000人もの人が暮らす鉱山町となり世界屈指の銅鉱脈を持つ鉱山として活気が溢れた。しかし、1977年に規模を縮小することになり、会社はそこで暮らしていた家族たちを別の場所に移し、 採掘拠点を解体し始めた。チリ政府は1998年にスウェルを国定史跡とした。2006年にはユネスコの世界遺産に登録された工業に関する産業遺産である。スウェルは階段の町としても知られている。斜面に建てられた町のため通常の道路が存在しないのである。しかし各世帯と採掘拠点を結ぶ列車は存在した。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。